力道山のチョップに勇気を与えられ、馬場の十六門に驚愕し、鶴田のバックドロップに息を呑む。そして今、三沢川田宿命の対決に胸を躍らせる。王道プロレスは脈々と受け継がれてまいりました。三冠統一ヘビー級タイトルマッチです。世界最強の称号と栄光の三冠ベルト、その三冠王者三沢美沙、鶴田が叫び、ハンセンが号泣し、三沢が新時代の到来を告げました。君は鶴田に憧れた三沢を知っているか、そして三沢になりたかった川田を知っているか。昭和57年、三沢と同じ足利高大附属高校レスリング部から1年遅れて赤い方をした一人の少年が全日本プロレスの門を叩きました。川田俊明18歳、誰よりも長い、そして辛い下積み、そういう下積み時代でしたが、三沢を目標に北風吹きつける日も炎天突き刺す日も、一人で黙々と泣きながら心と体を取り続けてまいりました。川田俊明やってまいりました。そして調査ライブとして三沢と共に歩んだ3年間、川田はたくましく成長させ、日本を代表するレスラーに育て上げました。三沢がいたから川田がいた、その川田が打倒三沢を掲げ、三沢と手元を分かち、新たな船で11年前真っ白だったキャンパスに思い描いた夢、三沢の絵なりますかどうか。野生のままにわがままに、危険なまでにしなやかに、川田俊明入場。三沢光晴の戦いの歴史は常に限界への挑戦でした。18歳でのデビュー、辛かったメキシコ修行、タイガーマッチとしての激動の6連覇、そして川田仮面を脱いで三沢光晴としての再出発、打倒鶴田を目指す調査ライブを結成、河原と共に3年間全身全霊のファイト、ついに悲願の三冠王者、世界の頂点を極めました。そして今、かつての三沢自身がそうであったように、河原が三沢越えを胸に調査ライブを織り出す新たな道を歩み始めました。その河原の熱く心に熱い思いをどう受け止め、どう答えを出すのか。サービスある入場です。試合前に日本テレビ梅垣進むチーフプロデューサーより三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、日本テレビスポーツ局梅垣チーフプロデューサーより認定書が読み上げられます。認定書、この試合は日本武道館で昨年8月ハンセンを破り第10代チャンピオンになりました三沢光晴、以後川田、田上、ハンセンに防衛し、ハンセン、鶴田と並ぶ3回の防衛に成功、今日が4回目の防衛戦であります。2人の対戦は修行時代三沢の4戦4勝、しかし以後2人は全日本プロレスのトップイベンターに成長し、9年ぶりに昨年の10月全日本プロレス20周年記念のメインで武道館で激突、超世代軍の2人が同門対決という壁を乗り越えて20周年にふさわしい素晴らしい戦いを見せてくれました。そして今年4月チャンピオンカーニバルで再戦、いずれも三沢が勝っております。メインイベント三冠ヘビー級選手権試合、記録に1本勝負、三冠ベルトが本部席に預けられました。両選手のコール、裏を取った挑戦者260ポイント、川田三沢に夢を蹴り込め、川田の主役、裏が取った三冠ヘビー級選手権者255ポイント、三沢光晴、川田よ死ぬ気で来い、レフリー和田三沢光晴です。どうも川田か、聖の三沢か、炎のフェイスロックか、魂のストレッチパンか、キックの川田か、エルボーの三沢か、間もなくゴングです。2回の対戦を終えた後、それを最後に川田は三沢越えを果たすため、またファンに新しいカードを提供するため、全日本マット活性化のため調査大軍を離脱、川田が調査大軍を離れて初めて迎える三沢との対決です。川田の三冠挑戦は4回目、うち三沢への挑戦は2回目です。試合前の入念なボディチェック、受けるです。三冠王者三沢光晴、その胸中はいかに、16,300人、コールは相半ばしております。三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、真夏の決戦、今ゴングが鳴りました。先に見に
ナール、伊沢に下る、動きが止まった。川田右腕と、そして左足を動かしました。鋭い視線、見抜くような視線、伊沢に下る。組み合いました。膝をついた川田の試合、押し込んでいく三沢、ロープに詰めた、エルボーか、どうする、エルボーブロック、エルボーをブロックしました川田俊明。もう一回組み合い、バックを取りました川田。左腕を外しにかかりました三沢、ハンマーに決めた、返していくカバラ。最初に仕掛けるのはどちらか、今度はさっきの逆の体勢だ。カバラどうする、体勢を入れ替える、右のキック、ブロックブロックブロックしました。馬場さん、行き詰まるような攻防、馬場さんはどのあたりに注目されてますか。まあね、これはね、どっちが優勢でなんとかっていうんじゃなくてね、お互いに意地もありますしね、はい、その三沢は三沢で自分は守らなきゃいけない、その意地ですね。川田は川田でその長世代から抜けてていって、このために俺は出てきたんじゃないかというやっぱりことがありますからね。まずはサッカーボール一戦、やっと痛みをこらえました三沢三沢です。馬場さんお話のように、川田は長世代軍を織り出す正規軍、田上とチームを作りました。精神的なものもこれまでと違うと思います。から立ち上がり、しかし行き詰まるような立ち上がり。川田手を出した、答える神様、嫌いました。やった、ミノエルボー。川田の表情変わった、歩み寄った。三沢を倒すことを目標に新天地へ旅立ちました川田俊明。三沢からシングルでピンを取る、世界だ、パスボーへの、この武道館のリング上で言いました。ドラゴトへのキック、三沢倒れる、仰向けになりました。まだ川田はこの三沢からシングルタッグともにピンホールを取ったことがありません。そしてこのシリーズ金沢大会世界タッグ2回目の防衛成功後、ズバリ五冠王を目指しますというふうに言っておりました川田俊明。鶴田ゴディ、そしてこの三沢に次ぐ達成いたしますと五冠王ということになります。今回はとにかく結果を出すと言っています。3連敗は許されません。カバラボシアキ、最後のヘッドロック、腰を落とした。カバラボシアキ、ロープフシャンダーダックル、カバラの勝ち。三沢受けようとしましたがタイミングが狂いました。川田の強烈な仕掛けが始まりそうだ。いや、三沢返した、エルボーからドラフィック、川田場外、三沢止めた。ここまでまだ始まったばっかりですが、馬場さん、この2人の序盤戦見て何かお感じになりますか。まだ何とも言えないですね、はい。一呼吸入れてタイミングを測って、三沢の待つこのリング上に上がろうという沢田であります。キック、ブライター、エルボー、エルボーを吹っ飛ぶ川田、川田吹っ飛ぶ、放送隙間へ。いつになく三沢の攻撃が厳しいこの序盤戦、川田俊明はチャンピオンカーニバルハンセンを破り、札幌でそしてウィリアムスを破りました。現在勢いがあります。馬場さん、そういう意味では過去2回川田が昨年の10月から敗れてますが、あの時よりも川田は成長していますね。もう川田もね、成長していますし、意気込みが違いますしね、はい、そうですね。2人の実力者がだんだんなくなって、これからが本当の戦いというファンの声しきりです。5分が経過、ドロー
ですね。いやもう何でもやっぱできるんですからね、はい、何でもできるんですからね。手の内を知り尽くしている2人。そうしますとポイントはやはり相手の胸を突く、あるいは新しいものということに馬場さんなっていきますかね。そうですね、はい、アームブリーカー。24時間前の横浜4対4サバイバルマッチ、調査ライ軍が勝ちましたが、その時にも今のアームブリーカーで三沢光晴の右腕を痛めつけております河村俊明。喉元へのジャップ、そしてキック。河原と田上が世界タッグを取り、初防衛戦でも三沢小橋をここ武道館で破り、さらに前回放送金沢で前チャンピオンゴディ・ウィリアムスを破り、 V2 三沢戦三冠戦に王手をかけてまいりました。この河原俊明、右手に狙いを絞りました。三沢光晴のエルボーを警戒しています。あのハンセンが世界一の右腕と称した三沢の黄金の右腕であります。アームロックに入ります。ロープには三沢どうするか、ご覧のような状態で入っています。頑張れ。攻められている三沢にとりましても、チャンピオンカーニバル2連敗したハンセンに全シリーズ札幌で雪辱。この後長期政権を作りたいところです。今日もし防衛すれば鶴田の1年1ヶ月という記録を破る可能性が強い、そして最多記録の4回の防衛ということになります。三沢光晴、河原すでに汗びっしょりです。ねじる、アームブリーカー。河原の攻めに執念を感じます。うれしく十字固め、河原の仕上げです。やはり馬場さん、お互いに相手の長所十分研究し合っているようですね。それはそうでしょうね。それでもう小さい頃から知ってるわけですからね。二人は先輩後輩、高校時代から一緒ですね。三沢苦しみます。まあ普通どちらかと言いますと三沢が相手の動きをじっくり見るタイプなんですが、今日はどういう展開になりますか。右腕攻めという展開を考えてまいりました河原俊明。右腕を手繰り寄せた河原俊明。今日はこの右腕攻撃が大きなポイントになりそうです。もちろんエルボーにも影響するでしょう、スーペックスにも影響するでしょう。アームロック逆の方にひねります。押さえつけますカバンとシャーク、ニースタンプです。ベルトは守る方が難しいということが言われますが、ハンセン選手がこんなことを言っていました。今の全日本、誰がナンバーワンになってもおかしくない、実力伯仲なので、コンディション、あるいは運、プラスアルファの力など、ちょっとしたことで勝負が決まる、挑戦資格を持ったレスラーが非常に多いので、長期戦権は難しいというふうに、前三冠王者のハンセンは語っています。阿部さん、このハンセンのコメント、どうお感じになりますか。それとね、やっぱりその大勢いますから、はい、自分のコンディションを整えていくことが 大切といいますかね、はい、非常に難しいですよね。世界タッグ金沢大会、大きな試合が参りました。横浜サバイバルタッグがありました。そして武道館の3連戦、河原そして三沢共に頑張っています。調査来の3年間の重みを確かめるように、左のキックから右の顔面ソフトオーブ、河原俊明です。10分が経過、河原攻勢、三沢劣勢、声を出しながらお互いに打っていく、左のキック、右のキック、左のキック、左打ち
貯めて爆発させるような三沢のファイト。河村俊明仰向けです。山田さん、なんかこう技の一つ一つ、小さな一つ一つの動きでもなんかこれまでの戦いと違うような感じがします。まあね、技という技は、まあ、これが初めてじゃないかと思います。パワースラム。そしてサッカーボールキック。馬場さんのお話の大きな技をどこで出してまいりますか。いや、ね、大きな技、このキックは、ね、非常に効くんですよね、はい、ですから続けて、ね、攻めていかなきゃいけないですね、はい、キックからラリアットとつなぎました。カマラとシアキ、そして早くもパワーボムの体勢か。リバースで返しました。しかし早い後頭部ラリアット。まさにこのカードの魅力ってのはこの一瞬の速さですね。そうですね、この一瞬の速さはね、両者ともにありますからね。まさに気が抜けない展開ということが言えるかもしれません。変形のフェイスロックに入りました。河原俊明です。両者ともに素晴らしい集中力を持っています。髪を掴んで右のエルボー、三沢エルボーを返す。どちらのエルボーがすごい。エルボーも一本強い。考えています。河原のシャーキメインバスターの体勢、引っこ抜きました。河原のシャーキいいドロップ。カバーの体勢、カウンター2つです。そしてもう一回パワーボム警戒しています。三沢顔面ステップキック、顔面膝蹴り、両者に用のようになった。右のキック川田、右の膝三沢、右のスリーキック三沢。ボディースラム。河原がステップバックしました。しかし攻撃の手を休めません。右のエルボー、オラーと言いながら打っていきます。河原すごい。河原さん、今のは顎ですか。顎のあたりでしょうか。そうでしたね。ご覧のように天井を向いた河原、阪神失格。サーは言っていました。激しい戦いになるから意識が飛ぶのが怖い。現在河原が危ない状況。カウント2つで返しました。河原10月の対戦ではカードのスピンロックに意識が飛びました。この三沢フェイスロックに入っています。もう遠探る河原の試合、こらえる河原。10月の3人の戦いではこれを3回出しました。三沢に去るグターという感じの河村としゃ追いかけ去る。カウント2つです。もう1回フェイスロック2回目。馬場さん、いかがでしょうか。まあ、非常に体が弱っているところですからね、はい、今ロープがちょっと近いんじゃないかと思うんですね。体の右の方が、はい、ちょうど手前の方になります。足を伸ばします。前の方へ行きますね。はい、15分が経過しました。形勢が逆転しております。しかし殴る蹴る締める、馬場さん、戦いの原点のような今日は戦いですね。そうですね、はい、その戦いの原点をどちらがものにするか。三冠王者三沢か、チャレンジャー世界タッグ王者河原俊明か。ダブルアームスープレックスやタイガードライバーをこらえた。さあ腕が三沢に去る。
の突っかい棒、サービスから起き上がったタイガースプレックス。10月全日本20周年のドラムがこれの2連発で河原からボールを奪った。どうだ、河原逃れました、逃れました。互いに必殺技を打たせない、そのフルコースを断ち切るというアエンズイラリアット。膝から崩れ落ちました河原のシャープです。昨年6月年間ベストバウトにもなったこの武道館での反省戦、どれだけマットに片付けられようとその度ごとに目をカット開き這い上がってまいりました河原。三冠への果たしなき夢を抱いた男の少年のように筒な思い、酸素が欲しいとうめき大流血で救急車で運ばれた日もありました。ストレッチプラウ、命を刻み込んできたリング、起き上がるローキック、ドロップキック、何回でも立ち続けてみせるこのリング。今日はドロップキック2連発考えています。研究の後一筋な思いが伝わってきます。腰投げで返しました三沢光晴、ガブリックキック反戦を破ったウィリアムスを倒した顔面ジャンピングキック、意識が飛ぶのが怖い。今年4月のチャンピオンカーニバルでは今のキックを三沢ブロックしていました。今は食ってしまいました。この後の展開どうなるか。もう一回フェイスロックに入りました、ストレッチプラムに入りました。10月の戦い三沢こらえること40秒、4月の戦い三沢こらえること30秒、今日はどうか。馬場さん決まり具合です、どうでしょう。いや、いいと思いますがね、はい、この競争、これが川田の心、川田の魂、三沢への気持ち、叫び、鬼の愛、正規軍川田鬼の恩返し、流れ込むように場外に2人が転落しました。全日本が送る日本一熱い圧、川田かそれとも三沢か、場外に転落でやります。川田がまず体を起こしました。2人とも決して体は大きくありません。しかし自分の持っている体と心を鍛え工夫している、そんなプロレス一筋な心が伝わってきます。まず川田がリング上に上がりました。さあ三沢光晴、反戦に2連敗、今度負けたら二度と三冠戦線には出ないと自ら追い込んで雪辱を果たした札幌、鼻骨を骨折し真っ赤に顔面を染めながら左肩は脱臼しても立ち上がってきた。ああ川田のドロップキック3発目鉄柵に命中、三沢光晴大丈夫か。リング上の川田もダメージが大きい、消耗戦になってまいりました。馬場さん、レスリングとの攻める力というのに目が行きがちですが、耐える力あるいは忍ぶ力、ね、こういうのもありますね。これも十分その必要なんですがね。どちらがこの苦しいところを乗り切りますか。三沢の方がダメージが大きいか。顔面ステップキック、この2人の活躍によって小橋や田植や秋山が成長してまいりました。パワーム、カウント2で返しました。今の川田ならやってくれる、激しい川田コール、そして三沢コール。さあ川田、ファンと共にてっぺんまで行こう。川田ここは攻め時ですがね。三沢エルボー、これを壊した、キックから右ロック、右ロック、今シリーズ多用してまいりましたこの右ロック。三沢意識ボールオーカー、大丈夫か、ジャーマンスープレックスボール、カウント2つです。20分経過、ここからが本当の底力です。三沢ミサル、どうだ、左肩を脱臼しても左肩に包帯を巻きながら戦い続けてまいりました。三沢進む道は違っても一緒に過ごした上層大軍、3年の日々をお互いに忘れてほしくない。川田引っ込んでいた、こんなに燃えた青春は初めて、反発、新たな川田が動き出しました、走
走り出しました。三沢に去る。いたして川田、熱いよ川田。川田コールに進まれた。いや、三沢コールに変わった。宇野君に進まれ。これが三沢川田戦。蹴り合い、殴り合い。三沢川田、うわ、右のエルボー。反戦に打っていった回転式のエルボー。馬場さん、回を重ねるごとにグレードアップ、ヒートアップ。そうですね、まあ、これでね、三沢が随分休めますよね。はい、まさに。ですから一発ね、強力なものがあるというものとことはね、素晴らしくその有利なんですよね。その右のエルボーは生きていました。川田の右腕攻めもまだ十分でなかったのかもしれません。あるいは三沢の精神力か。さあ、タイガースプレックス反発。まだまだ両選手いけます。これからが勝負です。左がダメなら右腕のフェイスロックもあります。右がダメなら左腕のフェイスロックもあります。三沢に沿う川田の主役。リングと体が一体化。ファンの心とリングが、選手が溶け合っているようです。さあ三沢の怒涛の攻めが始まりそうだ。回転式のエルボー、今までで最高のエルボー。耐えるも攻めるも気迫満点。まだいけます。大きく跳ねのけました川田。まだいきます。最後まで川田だらしい、そして三沢らしいタックルだ。アメレスの両足タックルだ。ママさん、本当になんて、ああタックルだった。川田もダメージを受け、ダブルダックダウンの状況。ダブルダックダウンの状況。ここまでしたらこれの連続技が一番いいと思いますがね。はい、気力、粘り、勝利への執念、それが全て。三沢に去る、耐える、粘る、忍ぶ、こらえる、戦う。あ、ここで川田が起き上がっていけばね。川田今よく入りましたよね。顎の先端に決まりました。三沢ボールを、しかしなんという精神力でしょうか。三沢に去る。さあ小原の試合苦しい。ものすごいコールをお聞きください。汗を拭った三沢に去る。いや、でも今の受けてその川田が立ち上がるのもすごいですよ。すごいですね。もうこれでピンホールが入っておかしくない場面が何回もありました。ジャーマン投げ捨て、三沢新兵器を考えていました。私も実況生活10年、彼らと共に大きくさせてもらいました。頑張れ川田、頑張る三沢。ジャーマン連発、3連打、鬼の三沢、鬼が2人いる。初めて見た三沢の顔。強い、強い三冠王者、そして最強のチャレンジャー川田俊明。
き落とす。ただもう意識を失っているかもしれません。タイガースープレックス、ホールド。三沢、4回目防衛に成功しました。5分53秒の大きな大きな勝負でした。最後まで三沢らしい、最後まで川田らしい、これぞプロレス、これぞ全日本プロレス。馬場さん、いかがでしたでしょうか。そうですね、僕はこの解説席に来ててね、こんなことなんですけども、解説のしようがないです。本当に素晴らしいもんです、両者のね、攻め守り、まあね、本当によくやってると思いますね。本当によくやってくれてますよ。いろいろな場面が生まれました。ダゲストの三沢のジャーマンスープレックスもありましたし、河原の天命のアマレスタックもありました。回を重ねるごとにより素晴らしくなっていくんですね、試合が、ね、いや本当に素晴らしい試合でした。もう一度申し上げましょう、2分53秒、最後はタイガースープレックスホールド、三沢光晴が河原俊明を破って4回目の防衛に成功いたしました。それでは見事三冠ベルト4度目の防衛に成功しました三沢光晴選手です。三沢さん、見ている我々も本当に力の入る試合でしたね。そうですね、もう力は本当に残ってないですね、自分自身も。両者とも持てる技、力、全部出し切ったんじゃないですか。そうですね、本当に今日ばっかりやっぱり本当に途中何度もやばいかなっていうところが本当ありましたから、はい、そして川田さんが超世代軍を卒業してからの初めてのタイトルマッチ、川田さんはどうでしたか。強いですよ、やっぱり今日はね、たまたま勝てましたけども、次はやっぱり分からないですね。そして三冠ベルト4回の防衛は誰もが成し得なかった偉業です。いかがですか。いや、結果がそうなだけですか。これから三冠チャンピオンとしてファンの皆さんに抱負と一言お願いいたします。今日も皆さんの応援のおかげで勝つことができました。その応援に負けないように自分もこれからも頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。見事三冠ベルトを防衛いたしました三沢光晴選手でした。お本日は三冠ベルトを防衛いたしました。これに対して初めて使用しました。お客様にはお客様のご覧のようお客様のご覧のようThank you.